おはようございます。ビーフだったらガッツリフ、その通りです。どうもソビーフ。そうですね、このビーフこの時間帯ですからね。どう調理しよう、どんな調味料を使おう、超微妙かも、衝動的すぎて後悔するかな的な、いろんな懸念されるポイントありますが、とりあえずローストビーフでいっちゃいましょうか、ね。はい、これからラーメン食べます。いいと思います。おやすみなさいの人もいいと思います。おはようございますの人もいいと思います。出勤終わり、家帰りながら見てます。笑っても笑わなくてもいいと思います。ありがとうございます。体調どうですか。この通りです。体調はね、この通りですよ、ね。この通りとはどんな感じかっつったら、ね、もう射精はしないかもしれないけど、コウノトリが来ちゃいそうな、そのぐらい元気な、はい、例えるならそんな感じです。高弘、大好きでくれてありがとう、はい。今起きましたかというか、そもそも DJ ベニという男とね、別れてから、帰ってローストビーフ、やべやんねえとなと思って冷蔵庫から出しておきました。ちょっとね、熱、半熱というか冷やし、肉が常温にね、ちょっと戻しつつある、その1時間の間にちょっと一回寝てしまいましたね。起きたら4時20分でした。フォートエネリー、これはしょうがないと思ってフォートエネリー、はい、その通り、そのようにさせてもらえ、縦乗り横乗りよりブリブリで、どっちが先かなみたいな、ブリブリが先かなみたいな、縦のリーが先かなみたいな、横のリーが先かなみたいな、まあ上乗りのね、はい、メモリーですわ。カンさん、スキュー CBD 最高です。ありがとうございます。タバコやめれました。マジだ。僕もじゃあスキューさんには感謝します。そういう方がおられるということでご報告させてもらいます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい薬です。大谷さんです。最近ふと時計を見ると午前4時20分のことがよくあります。つまりは420、うん、いいんですか。おはようございます。今まで奥さんと別れようと思ったことはありますか。なんだったら僕バツイチです。はい、カンさん、やっぱかっこいい、憧れるとか、よく見るコメントでやっぱが多すぎる、みんなやっぱあんまり書かなくてもいい、なんなんだそのやっぱ、そのぐらいね、まあちょっと勘違いさせる時もあるのかもしれませんね。勘違いというか、まあどんなんでもいいんだけど、まあ、やっぱでもいいから、そう言われると嬉しいもんです。ありがとうございます。いい薬です。お大さん、テンション上げていきましょう。じゃあ、テンション上げちゃうぞ。雑にニンニク潰しましたよ。ちょっと音、ちょっともうちょっとテンション上げて、かけてこう、DJ。すりつぶしました。グリグリグリって、そして暇さえあればグリグリグリって、そんなことを言うお父さん45歳どう思いますか、ね、そんなのどうでもいい、別にそんなのどうでもいいし、よく見れば後ろにベイビーが寝ているし、ギエラなこれから東京新宿来るし、こんな楽観もまだまだいるし、
ニンニク入ってます。ローストビーフって言ってもローストビーフ風というか、あの風でいきましょうか。時短で時短で時短だ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 時短でいくけど時短が踏まない、時短が出せないし、時代爆弾も踏まない、次元爆弾の装置着火セルの穴で導火線。嫁さんが緊張に寝てるところうるさくて起きてきてどう抜かせって言われるかもしれません。すいません、でもすいませんって言ってんな、ポンズ。そう、あいつはポンズ。でもローストビーフもしかしたら合うのかな、ポンズ。もしかしたら合うポンズ。ソースはポンズでもいいかもな、うん、ソースは手抜きのポンズでもいい、ソースならポンズでもいい。震災の話をしてですね、実際やっかんに言われたらアメリカ内需してるって他人によく言われたけど、まあ、言われちゃったらそれ一言で終わりなんだけど、震災の時に思ったの、俺震災で現地の人とかそんな中話の中で聞かせれる曲にはなくて、でそこでいろいろ考えるものがあったと。全く逆なのかどんな視点か分かりませんが、いやいやちょっと怖いわってね、大ちゃんからそんな話聞いたら、うん、こっちはこっちでネジ入っちゃうから、俺も全く同じなんだけどって、うん、だから客演は呼ばれればやるよねって、そう、全くそこは一緒なんだみたいな。そういうのなんて言ってるか知ってますよ。シンクロナイズとスイミング。いや、スイミングはいらねえな。シンクロってやつですよ。時代は白黒、モノクロ。そこから現代、アナログからデジタル。その時代がね、移り変わってきまして。僕たちの代20年かかっちゃいました、移り変わるの。でもそうして、ね、美しい姿なのかな。二人とも不細工な面だけど、になれそうみたいな、そんな話でした。はい、よし、目が覚めてきた。目覚めてきた、グリッチャー。
朝からそんな話でした。はい、あれまたなんか電波状況おかしいのかな。まあ、いっか、そんなの古しかったで。ところがだんだんもう目は覚めてますよ僕は、はい、8時で目覚めました。4時20分にね、何分寝落ちした、約1時間ぐらいかな、はい、何作るかさっきも言ったよ、はい、行っちゃいましょう。もしかして、もしかしたら、もしかしてる、ね、なんだよ、もしかしたら、もしかしてる、文字書いたらもう曲ができてるっていう状態がね、しばらくなかったんです。でもこのね、具体的には2、3日間
そろそろラップいい感じで走りそうな気がしております。あの方やこの方、待たせてしまった方にもね、お仕事も急ピッチで進みたいと思いますし、何よりもソロ名義自分でね、今、数人のプロデューサーのね、やつらにお手伝いさせて、お手伝いのもといい音が集まってきて、そんな感じになりそうな、ソロ名義も動き出しますんで、出勤は出つきました。ありがとうございます。いい薬です、大谷さん。はい、12時間時計7層、おはようございます。はい、新潟からありがとうございます。イクセルです、大谷さん。ヤニコロンドン旅行でも一緒かな。ヤニコロンドン旅行行くんですよ。ちょうどいい時間なんじゃない。赤すにはこいつ。札幌からおはようございます。はい、岡山からおはようございます。深見さん、おはようございます。おはようございます。楽しみです。ありがとうございます。いくつです、総体さん。宮崎からおはよう。おはようございます。関さんに会ってお話ししたいです。ありがとうございます。お気持ち嬉しいです、大谷さん。危ない危ない。あ、仙台から群馬からおはようございます、大谷さんです。千葉成田からおはようございます。これからゴルフです。いいですね、ゴルフ。いいですね、ゴルフといったらさっきのまた話した多分なんかゴルフのイメージもありますよね。おはようございます。ありがとうございます、大谷さん。岩手、岩手県ですね。おはようございます。群馬からおはようございます、大谷さん。岡山ライブ予定あるっぽいな。ポイ的な、ポイ的な、どうだ、ポイ的な感じかな。でもこれは企画的じゃない的な。うん、イルマからおはようございます。鹿児島からおはようございます。体調は万全です。はい、練馬からもおはようございます。滋賀からもおはようございます。茨城からもおはようございます。気をつけましょう。茨城ですよね。茨城からおはようございます。そう、準備しているのはこいつですよ。どうしよう、こうしよう、どんな調味料使おう、しよう、こしよう、ノンノンノン、ローストビーフ、シガも塩コショウじゃないよ。今日はオリーブスパイスよ。はい、お
鬼に金棒、はい、鬼に金棒、鬼に金棒言うてもな、この肉の塊にはかなわんよ、こいつのうまさには。しかも時短でいくよ、時短でいきますよ、時短でいくよ、時間がねえから時短で踏むなよ。10分そろそろ経つかな、うん、ローストビーフ難しそうで、海苔と勢いザックバラン、うん、適当フライパン、あとお湯用意しようみたいな、沸騰させようみたいな、どっちが先問題もあるんだよね。これ本来だったら結構焼いてから、従来のやり方だと熱をしっかりね、あれして焼いて、焼き目つけてガッツリ焼いてね、そっから湯煎みたいな感じですけど、今日は逆でいきましょう。時間がないから湯煎でいきましょう。湯煎先、優先順位逆でいきましょう。言うてる前に優先順位も逆にする、辛いことでも逆にする、そうして初見さんも逆にする。結局どいつがこいつが言ってもどいつもこいつも競ったれ、どいつもこいつも競ったれ、こういうの牛肉のビーフのように食らいなさい、そして忘れなさい、はい、嫌なこと全部忘れなさい。あ、いいテンションだ、うん、すごいいいテンションになってきた。ミートどのぐらい吸うか、たかがあんた、お前クソガキが、もしくはあなた様、こんなくだらんこと46歳の僕に、45歳の僕に聞いてどうするんですか。何ですか、勘ですかって感じだ今の。ちなみにだるそうに言ってるけど、金八先生風な、自分の料理始めちゃった、すごい影響力で、いい感じでしょう、いい感じですね、はい、ああヒップホップドリーム感動しました。ありがとうございます。Xです。オープン使うと極上ですが、オープンなんて立派なものありませんね。我が家には。オープンいいですね。確かに。オープン良さそう。今日ノリノリですよ。ノリノリで行かないと、こんな時間からなんだから。はい。おはようのこと、ね、おはようの方も休みの方もノリノリで行きましょうよ。そろそろ沸騰、そろそろ沸騰せい、沸騰せい、おうおう、いつもと違う、沸騰じゃなくていいよ、だいたい中火でいいよ、中火でいい、意外と何でもいい、とりあえずまずは入れてみます。おっと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 、入れてみよう。体内時計で2、3分、目安は色がね、こうあれして周りに火通り出したっていうか、こう白くなるっていうか、色変わって分かりやすくなるまで、とりあえず優先しちゃいましょう。バトルサミット2優勝してください、応援してます、見に行きます、ありがとうございます。大谷さん、明日から関西の幸せや、それこそ牧場です、ありがとうございます。大谷さん、兄さん大好き、ありがとうございます。大谷さんです。優先はどうく、譲れん譲れん、こいつだけは譲れん、譲れん譲れん、俺の大切な優先順位だけは譲れん、それともそこらの心配が揺すりをかけて金のタイトル、そんなカツアゲ、もしくは中学校の子供の鍵上げ、坊ちゃんから奪い取っちゃった砂利線までジャンプさせるやつらカツアゲ、かわいいかわいい、かわいい響きが聞こえました。はい、炭さん朝早いっすんじゃなくて逆に夜遅いっす、今日珍しくタイミングを初めてなぐらいに夜遅いっすって感じっす、はい、
湯煎でじっくりやると肉汁出てくるが、こらえです。ありがとうございます。先に煎でやる場合、そのくらいの頃合い。なるほど、それが頃合い。肉汁出るぐらいが頃合い。肉汁出るぐらいが頃合い。肉汁出るぐらい頃合い。その愛受け止めて結果を出します。こうやってかっくらいなさい。ビーフ、もも肉、もも肉優先する前に揉んでく。はい、ひっくり返らない。やっとひっくり返ったんじゃないかな。はい、ください。どんどんね、お料理詳しい方アドバイスくださいね。はい、いやー今日ね、我が僕の社員の方ね、僕の社員っていうか鎖のね、会社の社員の2人のやつがね、ある動画を見て、ある動画の話題を言ってました。それは神様存在するのかしないのかっていう動画でした。切り抜き動画かな、このインスタグラムの切り抜き動画かな、うん、神様がいるのかいないのかをこの簡易手紙が語ってる、そんな動画でした。恥ずかしい、こっぱずかしい、いろんな気持ちでちょっとクリックしたら意外と自分自身持ってかれちゃう、そんな話でした。はい、持ってかれちゃった、自分で自分の話に持ってかれちゃいました。確かにね、よくしてた、よくしてた、そんな僕の考え事がよっぽど暇だったんかな、それともちょっと釈放されたばかりでね、ナチュラルな感じがいい状態で、そんなね、神様いるんですかって、いると思いますかって質問に答えてみたのかな、わかんないけど、面白い話しちゃってたな。そろそろ肉汁出てる頃合いですかね。はい、じゃあこれ火止めましょうね。父ちゃん、母ちゃん、はい、この向きで行きましょう。この向きで行こう。この向きで行こう。そこの突っ立ってるこの生意気な小僧も、この吸いすぎの君も、この問題好きな君もそう、いやいや固形物が好きな君もそう、でもグラインダーを使ってちゃんとほぐす約束、薬物はやめろの約束も守る、守らない君の自由、そんなの君の自由、でも人には迷惑をゲームになって、そう俺も言われたコメント欄で、家族に迷惑かかってます、思ってもです、ごめんなさい、論破されちゃいました、論破っちゃいました。バカやった、もうふざけたらバカやった、でもそんな時は、あ、ちょっと汚れちゃってるから、今ちょうどそこを洗剤使って汚れ落とそうかなと思ってたところっていう気持ちの切り替えが、水つけたら第3次、あやめ超過した水つけたら第3次、
パワーがどんどん出てきた。見つけたら第30、見つけたら第30、見つけたら間違いありますでした。でももういい感じだね。いいじゃん、いいじゃん、ピカピカじゃん。1年生、1年生小学校1年生ぐらいピカピカの結果になりました。ありがとうございます。大谷さん、いい薬、はい、ぎこちないテンション、怪しい、怪しい、見てて、こう、こけこけ、こう、その後ろ後まで、みんな、一緒に、ありがとうございます。小谷さんです。乗り切るか、今日はこのテンションで乗り切るか、乗り切るか、今日はいっそこのまま乗り切るぞ。親父の教えを守って乗り切るぞ。親父の教えを守って乗り切る今日、ここまで来たら親父の教えを守っていただく今日。でも手術をしてから言われるよ、さっさと夜は早く寝ろって。でもここまで来たら昔言われた親父の言われたことを守って今日も頑張るぞ、行くぞ、なんだ遊ばないよって。ここまで来たらお前昼寝もしないで頑張ったんだ、今日もこのまま起きてろってつって朝帰ってきたりするぞ。寝んなって、それでも今日早く寝ろって言うぞ、そしたら普通寝れんじゃんって。それもごもっとも当たり前の話、その当たり前ができない難しい。B ボーイ、不器用がそれが証し、赤信号でも渡りたくなる、そんな俺たちもね、冒険心がありますから。でも今日は昼寝はせず、まあそのね予定もあるし、昼間もせずで行けそうです。夜早寝、また次の日早起き、もしくはノリピー状態、サイバーノリピー、もしくは部屋の中で頑張るノリピー、どっちの気持ちいいでもいいけど、乗り心地いい、もうね、パイパンのね、反り残しの乗り心地でもそれすら気持ちいいみたいな、そんな表現、これ、僕じゃオリジナルじゃないんです。はい、この表現したのは僕のクルーの持つ、そういう男がそういう表現するんだけど、まあ、そういう気持ちでね、乗り切りたいと思いますよ。DJ ネクストチューン行こうか。はい、hey, DJ OK。 じゃあこれ音量のとこいじろうとすると消しちゃって真っ暗になっちゃって画面が音消えちゃってみたいな、いつもやろこれ。ね、缶キッチンしてますね今。マツの缶キッチンですから、気分上昇ですよ。ギリシャさん、ありがとうございます。気分は上昇。アシュラさん見てます、いやさか。いやいや待て待って、この配信の冒頭で出てきたんだ、あんたら缶かな。あ、あのね、乾杯って戦後 GHQ によって変えられてるんですよ。配線でこの国それまで敗戦するまではいやさか言ってたんです。で乾杯っていうのはまあそれ
当て字的な、当て字というか、まあその乾杯、負けちゃうっていう意味も含まれてるから、そのそういう風になってんだみたいな感じの内容だったっていうのは、アシュラ君でもそうなんだ、いやさかって俺も言ってたよ。なんなら今でもいやさか来たらいやさか言い返すよ。でもいや待ってと、いやいや待って、まさかこれなんだこれつって、アシュラ入っちゃってるこれ陰謀とかって思った瞬間があった。なぜなら俺らのじいちゃんとか父ちゃんとか戦争行ってた世代の人だから、そういう話聞いたことねえよな。周りからも身近に聞いたことがねえっていう、そういう現象もあるからね。まあ、ただそういう話なんてしたくなくてしないっていう説も出てくるから、まあどうなんだろうなみたいな、どうなんだろうなって考えてたら、一人ドーナツ化現象で心がどっか行っちゃう寂しい気持ちになりそうだったから、アシュラがまだ見てんなら流しちゃってないんだがね。あ、カン君また朝からやったら、カン君ちゃんあっつって流してないんだったら、ちょっとお答えいただきたい。どうなんだろうかこれ、どういうとこからイエス坂の話出てきた。感染ラップのセルフローはどうやってできたのですか。はい、見とるやん、本物のアシュラマイクやん。アシュラマイク、アシュラマイク、アシュラマイクは必ず仲間や家族のことは面倒くさくても走らうことはない。明日に向かってマスクの眼差しで答えを正しく、知ってるこいつが足がマイク、剥がしてるつもりはないし、逆に無駄に持ち上げるつもりもない、恩着せがましく言うつもりもないし、誰かの温度を取ってみこしを担ぐつもりもないだろうが、そんなつもりになる時もあるのか、気持ちの変化とか年を食えば分かるかな。あ、ギャグを、あ、ギャグを、低ギャグのあしらの真似が意外とうまい。そこだけはギャグという名前何一つ面白くない。あいつのギャグの大半はパクリばっかで実はつまらないけど、それだけが楽しい面白い。あしらものまね、それは楽しい面白い、あいつの唯一のものまね。そんな感じなんよ実際。アシュラ、イヤサカ問題どうなん。イヤサカって本当なん、その話、その説踊らされてるってことない。大丈夫ね。スタバのピーチは飲みましたか。記憶たどる、記憶をたどる、最近飲んだのピーチは飲んでいないと思いきや全然飲んでいる。やっぱりな、俺はそうだな、スタバのレモン、レモンからずっと新作飲んでいる。間は空けずに飲んでいる。なぜなら病院にできてる新しいスタバがあるから飲んでいる。信用はここにもあるから飲んでいる。信用できる仲間と飲んでいる。心配してくれる仲間と飲んでいる。いや、一緒に失敗したそんな仲間と飲んでいる。吐いた唾も飲んでいる。あいつは全然ちゃうけどな。目と鼻の先の距離で未だに続いたビーフダス。あいつと全然ちゃうけどな。はい、ありがとうございます。いい薬です。カンさんラップしたくてしょうがないって俺に聞いてんの、それとも俺の気持ちを言うてんの。その辺分かりやすく、あんた意見は文字なんだから、あんたは文字なんだから、俺がラップをした衝動はそわそわするのさ。なんでかって言われたら、さっきコメントで出てきたバトルサミット2の文字やな。忘れとったで、そんなこと言って。カンさんニューアルバム出さないんですかって、出すつもりで音を集めてます。はい、頑張ります。いや、みんな言うんですよね、俺普通のラッパーの人よりもちょっと曲作るの多いらしいんですよって、みんな言われるんですよね。頑張ってんねって、全然頑張ってないですよ。楽しいからやってるだけなんで、その楽しい、俺なら悲しい、ことに似た子も同じ話でシンプルしたって、さっきの話もね、思い出すよ。そういろいろあるよ。でもそれ今やったのは千葉君の話だよ。
はい、千葉君もとうとう始めた、ああいうラッパーが、そんな番組はアベマ、あれは確か70年前の話だ。ヒガッとヒガッと落とされた、そいつはなんだ、原子爆弾、原子的な世界で不法を言ってる時から言葉はないが、この葉のように埋まってく命はいくつかあっても足りないな、アシュラマイクさん。なそういう話だな、命の話だな。居心地どうですか？ウォーミングアップ、ウォーミングアップ、もしくはジャパニーズ、ウェイクアップ、ウェイクアップ、立ち上がれ、起き上がれって言ってるよ、シカリオのトモ君が。うん、あいつもある、ちゃんとしてる愛国心。スモーキングエビデーしながらラップを作って考えた、気づいたら俺も思ってた愛国心。俺も気づきはスモーキングエビデーしながら考えてラップ作ってたら考えるようになって愛国心。右左くだらないその考え方でも大事かもしれないな、保守的な日本人が少なすぎて。救われちゃうかな、それとも足元救われちゃうかな。いやいや、ちゃう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 、言いたいことはいやさか問題。噛みつきたいアシュラにこれでビーフをしてもいいぐらい、いやさか問題どうなんだい。アシュラマイク27日28日そっちに行くぜ、神戸に関係がにドープに使ったりしている、そんな土地でまたお前たち友達と遊びたいが、チーム友達からチーム組織まで、昨日は対談したお葬式あげたダボまで、そんな奴がいたら即黙れって言われても黙れねえ、それがラッパーだって、はあ、昨日見た YouTube でね、ダンサーの子たちめちゃくちゃスキルフルなブレイクダンサーな、あの10年前とか十数年前絶対に輝いてたっていう有名な、そんなブレイクダンサーの人たちがね YouTube やって面白おかしくおちゃらけたことまでやっちゃってみたいな、あこれまたこうなんかいろいろ言われるのもあるのかなと思うけど、大人の意見もあるのかな的な世界で言ったら、もうラッパーの世界の方と心が狭いのかなみたいな、まあでもそんな心の狭さの広さの話はどうでもいいかな。でもやってた企画がね、リアルに寝起きでブレイクダンスバトル、いきなり二人で教室で寝て起きてバトル、それ俺も昔よく考えた、寝起きでラップバトルそれやってみましょうかって思ったらフリースタイルダンジョンでやられてた、企画をパクられたと言っていいね、つけようかそれでもいいけど、わざわざそんなことはする必要ねえさ、聞いてくれよ兄ちゃん姉ちゃん姉さん兄さん、クラブでイチャイチャしてる兄さん姉さん、クラブに来て遊んで酔っ払ってイチャイチャする兄ちゃん姉さん、地方から東京来て大学生行って勉強頑張る合間に遊んでる兄ちゃん姉ちゃん、気づけば大麻臭くなる大学生のくせに兄ちゃん姉ちゃん、隠し事もできない覚醒剤やってパキパキな兄ちゃん姉ちゃん、もしくは昔聞いてたノーティーバイ姉ちゃん、はい、いいかついじゃん、あれ何のドキュメンタリーだったかな、ノーティーバイ姉ちゃん、西行ったりしたらリリックが嘘じゃないということがわかるみたいな、あの何でしたっけ、雑誌だね、はあ、やばかったね、あのね、DVD もない時代ですよね、時代は VIP VIP しちゃうわ、 VHS やな、時代は VHS だね、時代は VHS、 その前にベータみたいなのもあったな、記憶をたどるとベータみたいなのもあったの、まだ覚えてるわ、小学校上がるぐらいの時に、もうちょい VHS よりも小さいサイズのビデオテープみたいなのあったな、ベータ VHS から時を来て PHS、 その前は溶けれるじゃん、暗号のようにね数字でこう送るわけですよね、うん、そんな時代もあったからね、今じゃアナログデジタルすごいね、例えば操られてるナチュラルデジタル、流されてる流れに逆らうアナログデジタル、陰謀論とか冗談まがいい、そろそろ教えてくれ、いやさか問題、アシュラマイク、マイクちゃん
なんかね、こう電波状況悪いのかな、すごいこのコメント欄も全然来ないし、なんかすごいね、Wi-Fi 切ってもね、なんかすごい状況があるし、そんなこと言ってる間にもう出来上がるし、的な眉間にしわ寄せな、それかもしくは幸せはなるためには何が必要かな。あらこの壁シワシワが天外地獄耐熱か、それともアシュラスピリアス対決か。またまた付属は耐えてする、またまた付属は耐えて巻いてする、巻いて吐いてする、どっちでもいいけど溜め込むならいいんぜ、吐くのは煙で溜め込むいいんぜ。カンさんおはようございます、ありがとうございます。大谷さんです。はい、カンさんが友達に対して大事にしてることは何ですか。スメラギのみこと癒すかくらいしか知らないです、自分は。あ、でも関西方面ですもんね、桐島さん。癒すかって何すかそれ、何すか何すか今のその言葉は。スメラギのみこと癒すかくらい、次のものはすぐ昔の古事記みたいな、ポチキに出てくるみたいな、そんな感じですか。その前の、質問ですね、カンさんが友達に対して大事にしていること。友達に対して大事にしていることってよりも、友達にはね、求めることはあんまり求めすぎないしね、ケースバイケースな付き合いという、そういうさっぱりした言い方っていうよりも、本当の友達だったらさ、パーフェクトってないからね、なかなかパーフェクトなやつもいるけどね、友達の中のは本当クソったりだ、ふざけたやつもいればね、冗談じゃない、ふざけんじゃないてめえっつって引っ叩きたい、引っ叩いたやつもいるね、いろんなやつって、それが友達だよね、だからそういうそいつの尊重っていうか、じゃあもうこれ以上一緒にいちゃうと友達じゃなくなりそうだから、そうなる前にちょっと距離取ろうかなみたいな、そういうところとかも含めいろんなことはあると思います。でもね、ガキンチョの頃よく大人に言われたよね、どうせめおめできることばっかって一人じゃ何もできないくせにって、そうよって、一人じゃ何もできないから、みんなで多分見つけ出す活動、勝つか負けるか自分で決める覚悟を決めたなら、みっともなくても手段で何も迷うことはないと、いうストリートライフ、はい、なんかまあそういうもんですわ、はい、ということでね、言うてる間にもうできそうやん。できそうじゃん、そろそろできそうじゃん、時短が踏むなよ、時間がないから今日は時短で作るぜ、ローストビーフ、いつもよりも手抜き、時間を縮めて時短で作るぜ、ローストビーフ、ローストビーフ、ローストビーフ、いつもは先に焼く、焼き入れる、その後湯煎、でも今日は譲れね、順番優先、順位なら逆、これ逆じゃないよ、ノージョーク、いい感じでしょうか、ここから焼き色つけてこんがりさせてみよう、なんちゃってローストビーフの出来上がり、後で冷やしてから薄く切ってローストビーフ風丼にしたい、えいよ、はい、
カクテルと曲はね、適当にあのヒップホップインストゥメンタルミックステープみたいな感じで言って、ミックステープじゃないけど順番にかかってる感じだと思います。すべて再生送りするだけさ、あとはすべて再生クリップするだけ、もしくはシャッフルクリップするだけ、で2つ目に1つエッジをクリップするから、君の気持ち一つクリップクリップ。僕も体にタトゥー入ってます。母さんのタトゥー入れたきっかけは何ですか？とりあえずね、ファーストアルバム出すまで入れんのはやめてましたよ。それが正しいとか間違ってるの話じゃないよ。俺はそうしたこと、ファーストアルバム、そいつと同時にまず撮った一番最初は守り神になるから死した。最初は人肉取り出そう、そう最初は人肉取り出そう、並べなさいフライパンの上に、並べなさいフライパンの上に、並べたよまだですよ、並べたのまだですよ、並べたのいやまだですよ、一人乗りツッコミですよ、並べたのいやまだですよ、並べたのまだですよ。皆さんここまで付き合ってくれて本当にありがとう。でもまだ弱もありますよ、まだですよ。ニンニクちゃんと全部取りましょう。弱火で焦げないようにフライパンに並べたら、だんだん火を熱を入れて、この熱量を入れてく。アシアさん、さっきの問いかけにアンサーをください。きっとあんな適当なコメント言って見るのをやめたんだ、きっと見るのをやめたんだ、あしら。きっとあいつは見るのをやめたんだ、あしら。いや、きっとじゃなく、絶対見てねえな、これは。逆に見てたら土下座もんだな、あしら、マイク。お前のこと、あしら、マイクじゃなく、こうしてやる、あしら、スピーカー。あしら、マイクじゃなくて、インプットじゃないよ、アウトプットをさせてやる、お前は今日からアウト。そらスピーカー。親父ギャグだ、これはライムじゃない、単なる親父ギャグだ。いや全然ちゃうべちゃうべ、単なる親父ギャグさ、笑わなくてもいいレベルの親父ギャグさ。同じ人間じゃんて、肌の色が違うじゃん、言語全然違うじゃん、でも大丈夫じゃん、大丈夫じゃん、全然大丈夫、大丈夫大丈夫、インターネットで大丈夫みたいなことをリッキーみたいなの見てくれるオカマっぽいやつが歌ってたけど、そいつは実はオカマじゃなくて彼女がいて、彼女の前で配信してみたらテンション高くなって配信しちゃったら引かれたっていう話をしてた。そんなやつがいた。で、説明を嫁さんがしてくれた。それでその動画をチラ見した。どうでもよかったが、ちょっと見た目がリッキーにダディダディそっくりだった。違うのはあんまり思い浮かばないぐらい似ていた。髪型まで夜髪型まで似ていた。後抜けた。昨日会った下田元はリッキー、下田がリッキーやに、下田のミッキーさんに僕も昨日会ったばかり。そしたら言ってやった。お前知ってるか、666666のって言ってる女が YouTube の切り抜きで見た。スピリチュアルなんとか言っていた、悪魔がなんとか言っていたけど、あくまで気にしなかった。その2日後に見た。その女が他の先生たち 2,3 人をしていただいて悪魔の話をしていた。ほら見てください、この人顔が全然違いますね。同じ方なのに写真によっては全然違う顔をしてます。これ悪魔の特徴です。それがリッキーダディダディのことだった、それを教えちゃった。お前知ってるかって動揺しながら、あいつを知らねえと笑ってごまかした。プラプラプラ、はい、こんな感じの見晴らしです。もうそろそろ終盤になってきたんでテンション上がってますよ、これ、はい、はい、そんなお話、ダディダディリッキーのお話、そう、それが下田リッキーのお話、下田中田上田
どうなるか、横だ、斜めか、下か、上か、そんな話じゃない、深い深い、本当かい、リキュダリーダジ、実は潮干狩りみたいに浅くはないかい、その世界突っ込みたい、突っ込みたい、リキュダリーダジに突っ込みたい、突っ込みたい、突っ込みたい、でもホモの話ではない、でもホモのことは区別してるだけで、僕は差別はしないんです。二丁目住んでたこともある、訳ありで、訳は言う、とっくに時効だ、少佐と昔はやっていたアムスに種買い付けて、二丁目のライオンズマンション、それもヨーフレッシュメスバーガーの上でフレッシュなあいつを育てては、失敗したりを繰り返す、その後どこ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 一般に出せされて、いろいろしました、仲間の怪我させて、ちょうどその日は忘れもしてねえぜ、6月7日俺の誕生日です。なんでこそこそ歌うかって、後ろを見ればわかるだろう、まだ3歳になったばかりのベイビーがおむつをして寝ている、その横に小児になった可愛い女の子、あと中二になった女の子、3人女の子娘が寝ている、その横の部屋では嫁さんも寝ているからちょっと小声です。しかも僕も寝落ちして、寝起き2時間前、はい、ニンニクいい感じじゃない、はい、よいしょ、あ、よいしょよいしょ、ん、よいしょよいしょ、もうよいしょよいしょ、だって初めてまだ2、3年のお前が大好きだった女を生きてるだったらが目の前で奪っちゃったぐらいに、焼き餅焼いちゃうぐらいに焼いちゃえ、そのぐらいの気持ちで焼いちゃえ、そんなの見たら目の前で中華族でボコボコにやっちゃえ、それも間違いじゃね、やっちゃえ、何でもやっちゃえ、やっちゃいけないこともある、そんなのね、やっぱりやっちゃえ、よくないよ、そういうのは本当ね、うん、重々言わせる、重々称して白昼堂々ぶってブランドでね、チューチュー言ってるそこのネズミってどこっていう、うん、新宿区とかにはたくさんでっけえネズミがね、路上にいますんでね、いますんで、今すぐどこに住んでるかとかは気にしないけど、こんなずっと住めるを変えてたらずっと住めるよ、そんな街でもネズミがいても集中言ってもね、全然大丈夫、ホーリーシェット、ホーリーシェット、ホーリーシェット。